東京慈恵医科大学の近くにやってまいりました。今日のテーマはこちらです。これからですね、東京慈恵医科大学のキャンパスを取材していこうと思うんですけども、東京慈恵医科大学には2つのキャンパスがあります。何かというと、1つが国領キャンパス、そしてもう1つが西新橋キャンパスという2つのキャンパスがあるんですね。そしてどう違うかというと、1年生の時には国領キャンパスに、これは小田急線や京王線で国領駅の近くなんですけれども、その駅で降りた時に行けれる国領キャンパス、1年生の時ですね。で、2年生から6年生まではこれから行く西新橋キャンパスで勉強されるみたいです。そして西新橋キャンパスというのはですね、地下鉄で小成門駅で降りた後ですね、歩いたら行けれるんですけど、こちらご覧ください。なんと近くに東京タワーがあるではございませんか。東京タワーを見ながら通学できる、そんないいキャンパスライフですね。早速行ってみましょう。と言いつつもどの辺にあるのかまだ分かってないんで、適当に歩いてるだけですけれども、一旦現場付近まで飛びましょうか。 GO! はい、場所が分かりましたよ。慈恵医科大学の先ほど歩いてたのが向こうの奥の方ですね。そこから小成門中学、小成門小学校を抜けてこちらですね。ここをまっすぐ行くと歩道橋にぶち当たるので、ここを曲がります。そうすると東京慈恵医科大学が見えてくるというわけですよ。いやー、いいところにありますね。立地最高。いやー、やっぱ東京ってビルが高いな。なんかこう島根とのコントラストがすごく感じますね。さすがにね、一日後に来たらいろいろ感じますよね。東京すごいね、すごい。おっと、ここですね。いやー、高い、ビルが高い。田舎者発言ですけど、ビルが高い。いやー、ここが慈恵大学病院で、おそらく奥がきっと大学のキャンパスがあるのではないのかとリサーチによると思いますが、これはなんかあれっぽいですよね。なんかこう研究施設と教会がなんか合わさったような建築になってますね。関係ないのかな。関係ありそうな気がしますけどね。いや、そうですよね。けどなんかちょっとわかります、この教会とあの研究所が融合したような感じのイメージ、伝わってるかな。多分視聴者さんには伝わってるはず。お寺さんもあるんですね。着きましたよ。いやー、広すぎて。慈恵大学病院ですね。来ました、こちら。やっと着きましたよ。大学巡り3軒目の慈恵大学病院。はい、こちらがマップになってますね。この高木会館って書いてますけど、高木会館の高木は誰か知ってますか。高木ベーカリーの高木ではなくて、通じるのかな、わからないけど、高木さんっていうのはあのこの慈恵医科を作った方ですね。高木先生ですよ。で、気になるこちら行きましょう。こちら先ほどの教会と研究所がフュージョンしたような感じのものっていうのは一体何なんでしょうね。警備員さんがいますね。すごい、ここは何の施設なんだろう。こんにちは。ここは何の施設なんですか。ここは何の施設なんですか。ここはあの医療だと基本の医学とかしてる。あ、基本の医学、基礎医学。あ、じゃあ学生さんがここで勉強されるところなんですか。いや、ここは、あ、教授の先生とかがもういるような感じ。そう、あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。へえ、わかりました。ありがとうございます。ちょっと気になったんで、建物が結構古い建物ですよね。そうでもないですね。な、何年ぐらいなんですか。わかります。ああ、そうなんですね。歴史ですね。ありがとうございます。いやー、やはり
研究施設というのは当たってましたね。やはり警備員さんがいるってすごいですね。なんかよほど大事な研究が行われてるのかも。さあ、これから今はさっきは病院ですけど、これからキャンパスをですね、とうとう大学キャンパスを見ていこうと思うんですけれども、よく場所が分かってません。さすが東京と思いつつ。ところでさっきの高木会館ってありましたね。あれは高木先生って言いましたけど、正式な名称、名称というか人の名前ですけど、高木金弘先生って言いますよね。東京慈恵医科を作った方で、すごく有名な方です。実は、かっけってご存知ですかね。かっけ。かっけってのは昔、すごく不治の病と言われてた。昔不治の病といえば結核と脚気ですよ。この2つに悩まされてたんですけれども、その脚気の治療法というか、そういうのを見つけた方が高木金弘先生というふうに言われてますね。今では脚気の原因というのは分かっていて、かかってる人はすごく少ないんですよね。脚気の原因というのは何かというと、ビタミンです。ビタミン B1 が原因で、ビタミン B1 の不足が原因で起こるのが脚気なんですけれども、当時高木金弘先生はそのビタミンっていうのはまだ発見されてなかったんですけども、なんとなくこの食事を変えたら脚気にかかりにくいってことを分かってたというふうに言われますね。そんな高木先生ですけれども、出身はどこかというと、おっと着きましたね。慈恵大学管理棟。ここは絶対大学じゃないですか。ここは大学のオーラが出てますね。ちょっとまだ回ってみましょう。そんな高木先生ですけれども、出身大学はどこかというと鹿児島大学ですね。いや、こういう都会の病院で働くとなんかこういいですよね。ただ単に都会が好きなだけだけど。さあ、先ほどの続き、ストリート講義東京慈恵医科大学編ですけれども、高木金弘先生っていうのはこの脚気で有名って言いましたけど、当時脚気にはこう2つの説があったんですよね。そういうのをなんか医学部で習いましたけれども、食事によって起こるっていう説と、さっきの、まあ、結果的にはこれが正しいんですけれども、ビタミン B1 が不足していることによって起こるっていうのが分かってるからなんですけど、病原菌がいるからっていう説があったんですよね。で、当時高木先生っていうのは海軍出身でしたから、海軍出身の高木先生と陸軍出身の森鴎外って皆さんご存知ですよね。あの小説を書いてる有名な文豪の森鴎外先生です。森鴎外先生医学部なんですよ。東大医学部出てますからね。すごいですよね。なんかこうそう考えると、このルーレットにもなんかこう奇妙な縁があるような感じがしますよね。その陸軍派、森鴎外先生率いる陸軍派と高木先生率いる海軍派で、原因が、脚気の原因が何なのかが分かれてて、高木先生はいや、もうそれは食事が関係あるということで、食事をですね、麦飯に変えて脚気になる率を下げたって言いますけど、陸軍はこうずっと変えずに脚気になる人を増やしていったというふうに言われてますね。はい、そんな脚気論争で有名な高木先生ですけれども、医学教育にも興味があったと。この次はですね、医学教育についてどうして作ったのかとか、そういう話もしたいと思いますね。はい、はい、こちら大学1号館の立体駐車場と書いてるってことは、大学が近い、キャンパスが近い、オーラがプンプンしてますね。おそらく僕の嗅覚ではこの茶色い建物が慈恵医科大学ですというふうに主張してます。匂いが働きますね。うん、トレビアの、おお、東京慈恵医科大学大学1号館、何号館まであるんですかね。そこら辺も知らないですけど、おお、けど校章がかっこいいですね。いやー、すみません、慈恵医科大学の医学生さんですか。
チャンネル登録はこちら。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 